おはみですね。おはみです。おはようです。はい。ということで、ちょっと今からみ頭をやりたいと思います。皆さん見たらわかると思うんですけど、このお眉の理由も、はい、寝癖ですね、普通に。なのでやっていきたいと思います。おはようございます。そう、でも切ってないねんな。切ってないけど昨日より短いですね。おはようございます。あ、今からお仕事の方もいるんですね。頑張ってください。頑張って。あ、そうですね、昨日ショールーム後で配信するとか言っときながらね、ちょっと練習をしてて、それでできなかったんですけど、配信がルームスの配信をしたので、またアーカイブ残すんですけど、ちょっとだけしたけど、あのね、そこではもう言ったんですけど、なんとね、さらば純情公演の初日が決定しました。わー。12月11日にね、あの初日を迎えることになったんですけど、アミ以外にもレイニャとテンちゃんが一緒に初日を迎えるので、結構心強いですね。ということで、その練習を今頑張っています。今日から受付が始まるのかな、多分。なので、よかったら会いに来てください。はい、初日ですね。初日おめでとうだって、いっぱい来てますね。ありがとうございます。そうですね、ようやく3回目ちゃうちゃうちゃう、1,2,3,4 回目の公演かな。はい、なので頑張りますね。さらば純情公演を知らない方に教えるとするなら、8、9、10期生で やってる。今公演は大体全部のチーム公演は今10人公演なんですけど、そのさらば純情公演は16人公演なんです。コロナ明けでようやく16人でできるってことになったので、そうですね、めっちゃ見つけにくいかもやけど、まあ、その中で目立ってるように頑張りますので、見に来てください。ぜひ。もしかもね、当たるといいな。そうですね、当たるように、はい、願っときます。初日の時に知ってるお顔がいっぱいあると、あれもとても嬉しいので。なので待ってます。よいしょ。やばいな、ほんまに前髪どうしたんやろって感じだった。まあ、こんな感じで適当に散りばめといたら、よくないですね、これは。よくなるって言おうとしたけど、よくはないです。そうですね、レイニャンとテンちゃんおるのがほんまに心強い。二人とも初日なので、はい、頑張ります。よし、まだ見たことがないって方もいるって聞いたので、アミの初日を迎えるまで見ずに待っててくださった方もいるって言ってたので、あのね、ちょっと言わないでおきますね。まだ一人については、終わってから何のせ、あの、あれ、何の曲が難しかったか言います。やばい前髪ほんまに。自分で切ったわけじゃないんですよ、でも。はい、おはようございます。ぜひ会いに来てください。なので
あと昨日ね、あの皆さんがこのイベントのなんかあれができないって言ってたんですけど、最後の当選した後ができないみたいな言ってたんですけど、結局そのまま終わっちゃって、時間当選時間とんあの期限の時間になっちゃって23時59分になっちゃったので、ちょっと雨にはどうすることもできなかったですね。申し訳ないです。よし、あちょっとね、笑えない前髪をしてます普通に。おはよう。またね、初日が終わったらちゃんと書類の話します。あのまだ見ないで楽しみにしてくださってる方もいるので、ちょっと一瞬待ってください。すぐそばにいますよ。おいおいしょおいしょ。そうですよね、皆さんできてないですよね。そうだからね、ちょっと雨もでも悔しいですね。でも雨だけじゃないと思うので、あーもう前髪上げようかな。あーでも顔でかく見えるな、膨張膨張。でも見てください、この前髪どうやったらこんなことになるんですかっていう前髪なんですよ、もう。昨日はちゃんと練習もしたし、帰ってきてからもうテスト勉強もやってましたね。テスト期間とかぶってるので、ほんまにやばいけど頑張ります。課題がね、一生終わらないんですよ。まあ一生でも、でもまだまだ亜美がやってないから全然あ、ダメです、これほら見て、この浮き具合、トミカが一台走れそうなぐらいね、あのね浮いてますね。そうなんです、テスト次回までに対策してほしい。それはわかります、めっちゃやばくないですか、もう。どうしよう、一回ピンで止めてみるか、もうそれでも浮いてくるんだったらもう今日は諦めて前髪を上げましょう。でもね、やっぱ前髪ある方が落ち着くんですよ、みは。まあ、あげてもいいけどね。いや、ダメです、ダメです。うん。ダメです。あ、やばい。なんかさ、なんて言うんですか。こういうさ、髪型がこう前にさ、突き出てる前髪あるやん。なんて言うんですかね、あれ。なんて言うっけ。なんかさ、ゆうみさんと、こじりんさんと、ゆきのさんと、坂田美咲さんやっけな、確か。もしメンバーさんが違ってたら申し訳ないんですけど、ライブでさ、なんかこういうのつけてた、なんだっけ。え、そうですよね、前が向いたら一回びしょびしょにするしかない、それは確かにです、確かに。え、多分そうや、あ、リーゼント、そうやそうや、リーゼントですね、そのリーゼント風前髪って感じ。今もうアイロンではどうにもすることができない領域にいるんで、もうちょっとそうですね、この端終わったらびちょびちょにしようかな。もうでもめんどくさいなと思ったら、今日は前髪を上げたいと思います。その結果はまた後ほどお知らせしますね。今日前髪がどうなったか、ちょっと一旦ボサボサでもいいや、止めときます。はい、うん、あれ何話しようと思ってたっけな。なんか、あ、そうや、トミカね、アミのうちにね、めっちゃいっぱいある、100台ぐらいあるよ。お兄ちゃんがトミカ好きやったんよ、ちっちゃい頃めちゃ。それで、あのね、めちゃくちゃお家にいっぱいいますね。トミカです。トミカ、トミカ、プラレールって知ってますか？みんなに、これ小さい子に言っても今の小さい子に言っても知らんって言われるので、多分世代が違うんだなと思いますね。実は7日のん
何日の日に雨なの初めてオンラインで話せありがとう待ってます、ありがとう。そうそうめっちゃいっぱいあるねお家トミカ、あれもあったね。なんかさトミカっていろんなやつとコラボしたりしてるんですけど、その普通さ車だけやん、そのパトカーとかさ消防車とかさ普通のトラックとかやのに、なんかディズニーのなんか絵が描かれてるトラックが行ったり、ディズニーバスがあったりもしますね結構お家に。クマありがとうございます、チャーリーさんありがとうございます。そうです、知ってるやった、あ知ってますか皆さんは。おパパさん趣味すごい、ちゃねんお兄ちゃんやねんな。それはなんか話を聞くと、小さい頃にあのトミカのコーナーの前に行ったら動かなかったらしいので、はい、帰りたいのになかなか帰れなくて、それで帰る時に買ってあげたとか言ってましたね。はい、でもなんか最近一時期コロナの時とか、それこそプラレールの、プラレールって勝手に走るやんか、あの電池を入れたら、それを使ってプラレールの上にお皿を乗せて回転寿司にするみたいなのが流行ってましたよね。知ってますかね、アミやったことないけどね、アミはないけど、はい、そうですね、アモルカーとかある、確かに、あいろいろある、勝手には走らない、あれそうだっけ、どんな感じやったっけプラレールって。プラレール、そう、そうプラレール、プラレール回転寿司にするやつが、だってなんなら多分回転寿司用のプラレールとかも売ってたんじゃない多分、分からんけどね。そうです、でね、もうね、もうすっごい量なんです、ほんまにトミカの車が、なのでちょっとだけあの上げたりしましたね、欲しいのだけ。レゴもいっぱいすな、あレゴね懐かしい、やめてね、レゴでねアイス、アイスじゃさめな、ハワイにあるアイス屋さんみたいなのを作ろうっていうキットがあって、それ作ったんですけど、なんかね落として割れて、割れたというかね、この部品がパキって割れたんじゃなくて、こうくっつけてる場所がガシャーンってなっちゃって、もう説明書とか、レゴって初めはこう1番の袋に入ってるレゴとか2番の袋に入ってるのとかがあるんよ。だからもうめっちゃあれ、いや、あのもう組み立てられなかったからさようならしましたね。そうですね、割れるっていうか、こうレゴってこのこうさ、ギザギザなってる場所にこうやってチュッ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 ってやっていくんですけど、そのチュッチュが取れたってことですね。あれかな、もう語彙力がないのでね。はい、あ皆さんもプラレールとか持ってたんですか。確かにお皿がカーブでこぼれそうそうですね、あとね、あみ一時期ね、あの家ではさすがにやってないことないんですけど、あディズニーのレゴとかもあるね。そう、あのあやったことないんですけど、あのな、そのなんだっけ、プラレールの車両にカメラを置いてな、プラレールでこうガタンガタンって進んでたら街並みを作ってて、ね、もう分からへんな、 YouTube とか出てくると思うんですけど、それに一時期ハマってる時がありました。パパとやってみるとか言ってたけど、ちょっとあまりにも大変すぎたのでやめましたね。そう、わかりますかね。はい、
なんかさ、木とかが立ってて、木とか交番、交番分からんけどさ、なんかあのショッピングモールとかがいっぱい歌って、それをガタンゴドーンってめっちゃ綺麗、ミニチュアの世界って感じです。ミニチュアの世界に行った感じが良かったです。それをやろうとしたけどやめました。はい、はい、今月もよろしく、よろしくね。12月、え、やばいな、12月、やばいで、それは結構。あ、ヘトメガネさん、ごめん、ありがとう。やばい、やばい、やばいって。あと1ヶ月で、うわーって感じだし、あと3週間ぐらいですか ?3 週間ちょっとで。クリスマスですよ。わー。やばい、やばい、ちょっと待って、今、さ、しそうだっていうその詩を見て思い出したんですけど、それが思想が師範に変わってゆうみさんに変わったんですけど、やばいって、あと1ヶ月しないうちにゆうみさん卒業ですよ。終わったわ、終わった終わった、ほんまにやばいですね、どうしよう、寿命もつかな、やばいって。あ、しわすや、間違えた、思想じゃないわそうや、なんかね、しわすっていう意味教えてもらったで、でもあれ、なんか年を越すから準備が忙しいから走るみたいな感じっていうの、国語の先生が言ってました。はい、ねえ、そうそうやばー、なんで、それでなんだっけ、何してたっけな、あ、そうや、やばいなっていう話やな、ほんまに、はぁーって感じですね、もうあーです、ほんまに頑張りますね。はい、それでは今日のチートチャーリーさんの絵を描きたいと思います。何描きますか、やばー、やばい、ほんまにちょっとね、うー、心が痛めますね、とても。あ、アミンちゃんと何日のオンライン、何を話していいか分からないよ、やって、アミが考えておきますね。あ、アミが質問しちゃいますね。リアルも師範に最後に向けて走り回る忙しさやな、そうですね、うわー、あ、そっか、昨日のコスモライトさんが1位やったかな、あ、あれ、ちょっと今日で一回目、はい、来ました、ちゃんとコスモライトさんでした。とチャーリーさんの絵描きましょう、何に描こう、カニかぶってやみたいにお願いします、オッケー、すごい、もしかしたらアミが言う前からさ、もうコメント書いてくれてたかもしれん、よし、ホワイトボードの絵を消すときに、あの、あれ、あのホワイトボードのさ、先についてる消しゴムみたいなので撮るよりも、あのティッシュで撮る方がいいんです、多分、よし、ちょっと待って、あの、さっきのピンを取ったからね、あ、OK です、はーい、書きましょう、じゃあ、やばい、めっちゃ映ってる、まあいいや、アミの勉強の証ですよ、なんて言ってたっけな、カニをかぶってやみたい、うん、あ、間違えた、カニをかぶるならミニはいりませんね、どうしよう、まずは絵に描いた方がいいか、
よし、ちょっと待ってくださいね。書けましたね。書けた書けた。はい、じゃーん、カニです。こんな感じですね。じゃーん、じゅじゅじゅーん、こんな感じですね。どうですか？ん、あやみちゃんがいるんですね。あ、でもちゃうかも。やってアバターが違うって。確かに。あ、違うな。うん、あやみちゃんじゃなかったです。はい、チーズ。あ、カニ、カニ、ありがとうございます。ありがとう。はい、オッケー。はい、そして、あ、コスモライトさんがいたかな。待って、はい、ミニセモノですね、あやみちゃん。違います、即バレで草ニセモノで、ニセモノって即バレってことか。待って、コスモライトさんのあれがないかもですね、コメント。待って、あやみが見つけられてないだけかもなんですけど。待って、あ、忙しく走り回ってるみたいって分かった。はい、うん、はい、オッケー。やばい、めっちゃキモいくなったけど、まあいった。膝かっくんされた膝かっくん、膝かっくん風のみたいな、ちょっと走ってる風にしたかったんだけども、ダメですね、こんな感じ。はーい、チュッチュドゥーン、こんな感じですね。なんか膝かっくんはい、チーズ、ん、ありがとうございます。こんな感じです。膝、膝がかっくんですね。まあ、オッケーです、ありがとうございます。じゃあ男女読みましょうね。はい、13位かよちゃん、ありがとうございます。12位まこ兄さん、ありがとうございます。11位コジーさん、ありがとうございます。10位りょうじさん、ありがとうございます。9位カニさん、ありがとうございます。8位継続は力なりさん、ありがとうございます。7位みおんちゃん、ありがとうございます。6位コスモライトさん、ありがとうございます。5位トラオさん、ありがとうございます。4位ベリマユさん、ありがとうございます。3位日高浩二さん、ありがとうございます。2位鉄メガネさん、ありがとうございます。そして1位はドク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 ドン、チャーリーさんでした。ありがとうございました、ありがとう。それでは、あ、そろそろ前髪の結果発表したいと思います。これで無理だったらちょっとやり、まあ気分が良ければ
気分が良ければ用意が早く終わればちょっとやり直すけど、あーちょっとダメですね。ということで結果は治らなかったですね。この分かりますか。でも、まあ、一旦私は終わりたいと思います。もしかしたら前髪上げてるかもね。じゃあ終わりますね。せーの、チャーリーさん、わーありがとう。それでは終わりたいと思います。またまた見に来てください。じゃあねー、またねー。